はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつもね、私のチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日はね、カンボジア首都プノンペンにあるね、ウォーターパーク、非常に人気のあるね、場所なんですけども、はい、平日のね、木曜日に来てるのでね、誰もいません。はい、本当私たち貸し切りかなと思う感じなんですよね。はい、誰もね、日本からね、娘の方が、来ておりまして、まあ、プールで遊びたいということでね、本日ウォーターパークを来ております。はい、誰もいないね、ウォーターパークですので、ね、で、逆にね、皆さんにね、お伝えしやすいんじゃないかなと思います。はい、これね、本当土日ね、いっぱいのスペースですのでね、皆様にね、たくさんね、ご紹介したいと思います。はい、この家は本当ね、我々しかいないのかなっていうぐらいね、人がいませんでしたけど、この流れるプールに乗った時に、あ、ようやく人がいたなっていう感じでした。はい、だけど全体でね、20人ね、いないんじゃないかっていうぐらいね、これ本当経営成り立つのかなっていうね、感じがいたします。でもね、このウォーターパークね、楽しいでね、存続ねしてほしいですけども、この平日の暇さを見たらね、ちょっとね、驚いてしまいますね。はい、でもね、非常に人が少なくて関心が多いから非常にいいかなと思います。はい、そしたらね、こういうね、スライダーとか並ばなくていけるんでね、一気にね、全部制覇してしまおうかなということでね、やってみました。はい、ただしね、これ本当しんどいですよね。これ階段上がらないといけないんでね、全部制覇するね、6階登らないといけないんでね、これが結構きつかったです。はい、もう上まで上がるとちょっとね、ほっとするぐらいね、これが階段が多いですよね。はい、上から眺めますと非常に景色がね、いいですね。こんな形でね、ウォーターパークになっております。はい、柄の悪い中国人がね、彼女連れてですけどもね、彼女がね、怖いから乗りたくないという感じ でした。はい、我々親子はね、挑戦しました。はい、怖いやつだけね、ちょっとビビったやつだけね、紹介させていただきます。はい、急落下のやつはやっぱ怖いですよね。うわはい、こちらもですね、急落下のやつでしたね。はい、こういうぐるぐる回ってるのはそんな怖くないですよね。やっぱここからがね、これ怖いですよね。はい、もうこれね、2つ乗った時点で私結構ね、もう乗り物酔いしてしまってね、気持ち悪かったんですけども、はい、で一番怖かったのはこれですね。これね、これ本当急直下で落ちていくっていう形で、これさすが自撮りができなかったので、はい、私の娘がね、のやつをね、撮影させていただきました。はい、これね、ちょっと私ね、首がね、痛くなってしまったんですね。はい、最後ね、この、これサーフィンって言うんですかね。はい、これね、普段私ね、前来た時はね、かなり並ばないといけないので、はい、今回ね、私たち、娘と2人で貸し切り状態だったので、ね、非常に良かったです。はい、ハーフボードはね、全然難しくないですよね。ただこれハーフボードの上でこう立つのはやっぱりこれ無理ですよね。小さいですからね、まあこれ膝立てるとこぐらいまでかなっていう感じしますね。はい、あね、バランス崩しました。これね、で水の勢いがねすごいんでね、はい、これ私ね、これもう判決になっちゃってですね、はい、女性の方に、ね、気をつけてください。はい、サーフィンに、ね、私初めて挑戦しました。はい、1回目失敗して2回目でね、もう一致乗れるようになったんですけどね、ただ私ね、サーフィンとかスノボの経験がないので、ね、どうやったらいいのかさっぱりわからなくてですね、もうやり方やってたらね、もうちょっとね、こう横に滑らしたりとかね、面白いんじゃないかなと思ってね、ちょっとね、あ、これでポケットからね、出てたのを直すのに余裕があって、これちょっと一回チャレンジしてみるんですけども、あ、ダメでした。これね、動画撮ってないんですけどね、もうね、膝までね、水着がね、ずれたんでね、本当女性の方気をつけてくださいね。あ、こういう形でね、やれたら次回はいいですね。人がいない時間にね、行ってね、練習するのいいですよね。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新お待ちください。よろしくチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆様、See you!